はい皆さんこんにちはレディホンカーズの南です、えー、今回はフラジオについて皆さんにお伝えしていきたいなと思います、えー、過去に、えー、フラジオの動画上げているんですけれどもそこでご質問いただいたので私のの 経験もアップデートされていると思うので、えー、ちょっと情報を追加しながら、えー、いただいたご質問に答えていきたいなと思うんですけれども、えー、と前に出した動画では、えー、とこのフロント F のキーを使ってねサックスの指でいうと「ミ」の音から、えー、フラジオ上がっていくとやりやすいですよっていうお話とバイオン練習ということでオーバートーンをご紹介してたんですけれども、えー、オーバートーン の時にもそうですし、まあ、もちろんフラジオの時にもそうなんですけどこの、うん、と口の中とか喉の感じの感覚みたいなものをちょっとあこういうことかなって分かってきた部分があの私もあるので今回はそこら辺をちょっと補足しながら、えー、前の動画ではやっていなかった運指のね、えー、とどの指まで、えー、とちょっと実際にどんな感じで出るのかっていうのをやってみたいなと思います。 えまず、えーとまあ、直近出した腹圧についての動画は、えー、とこの今回お話しするお話のもう大前提ベースだと思って、えー、どんな状態の時にも腹圧しっかりかけるっていうことは、えー、頭に置いといてください。でその上で、えー、イメージ的にはこうフラジオのこう音域が上がってった時にこう。 息をねぐわーって入れるっていうよりかは響かせる方向に行くのでうんとちょっと語弊がある言い方かもしれないですけど息の量はちょっと減るかもしれないですただその息の実際の量を減らしつつ、えー、と響きをこう聞かせるために腹圧はずっと支えとくむしろむしろ高い音ほど。 こう上にね重心がいってしまいがちなので腹圧でしっかり支えて重心を下に置いとくっていうところがポイントかなと思います。でまあその上で、えー、とまずですねえっ、ー、と下の形というか下のイメージなんですけどえっ、ー、とため息をついてる状態は、えー、はあ、はあ、この時ってえっ、ー、と下ベロの位置って。 奥に引っ込まないと思うんですよね。はあはあはあってこう引っ込まないと思うんです。えっ、ー、と、どっちかというと、この下の。歯の付け根に下が。ついてて。こうリラックスしてる状態。こう硬くなっていない。っていう状態。下のイメージはこういう感じかなと思ってます。で、えっ、ー、と、なんていうんですかね。軟口蓋。そこの、えっ、ー、と、位置は。 えーって下がってこないようにあのこうアーチの形になるようなドーム型になるようなイメージで開けますそうすると舌がこう平らにあってこうここの濃度の部分がこうアーチになっている状態になるかなと思いますでその上でここでも腹圧はかかってるんですよでえっ、ー、と整帯がまあここら辺にありますよね <多>分 <laughs> ちょっと私も詳しくはあまりないんですけれど私のイメージ的にはここの声帯声紋を閉める、えー、これは喉を閉めるのとはちょっと違うんですよね。喉を閉めるっていうのはうってこう止まっちゃってこうギュッて閉まってる状態なんですけど喉はこうリラックスした状態のまま声紋を閉めると,、えー、とこういう。 こういう声が出せると思います。はあ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 。っていうのじゃなくて、ちょっとこうかすれるというか。はあ。はあ。こういう状態。この時、ここはすごくリラックスしてると思うんですけど。こういうイメージかなと思います。うんと。オーバートーンやる時にもそうなんですけど。こう。この状態で、その出すべき音をイメージして歌うと。 え声で言うと,、えー、とどうしても <laughs> こういう風に閉まる方向に行ったりあのこうベロが上に上がってきちゃったりとかすると思うんですけど今やったため息ついてる舌の状態で喉をアーチ型にして声,声帯を閉めるこういうイメージでやってみると意外と。 皆さんうまくいくんじゃないかなと思います。私はすんなりいろんな悩みがこれでクリアしました。えー、ちょっと実際にやってみますね。こういう感じですね。あのー ここも全然噛んでないというかこうリードの振動をこう生かしている吹き方がここの声帯を締めることでで下の位置もこう意識して喉が下がってこないようにすることで結構うまくいくんですよね不思議と。でなんかイメージ的にはなんかここら辺がうんとここが締まることによってなんかここら辺が響いててそれがなんかこっちに伝わってるようなイメージなんです。で ここら辺の響きが、えっ、ー、と、を支えるのが最初に言った、ここの腹圧、お腹の支え。だから、息はたっぷり吸うし、しっかり生えてるんですけど、 えと要は高い音ってこう周波数を上げたいのでその上げるためにここを使ってるというかここを締めてなんかここをプーって震わせてるというか、うん、なんか本当にイメージで申し訳ないんですけれども、えー、実際にねちょっとオーバートーンがなかなかうまくいかないという方でフラジオもある程度のところまでは出るけどもうそこから上は噛まないと出ないっていう方は是非今のをちょっと意識して、えー、はあ 声をね、えー、ちょっと声を出してみてその時結構お腹ぐグて使うと思うのでそれをちょっとやってみてもらえたらなと思いますはいというわけで今回はフラジオについて皆さんリラクシしてきました、えー、今後も動画作っていくので是非コメントなどいただけたら嬉しいです以上レディホンカーズなみでした